皆さんこんにちは。今回もトレバのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で、今回狙う景品なんですけども、橋渡し設定のこちらのサンダルの景品をね、狙っていこうかなと思います。で、今予約待ち1番で前の方がプレイを終わるのを待っている状況です。で、はい、今ちょうど来たのでやっていきたいと思います。で、今回プレイチケット1枚しかないんですけど、なんとか一発撮り目指してやっていこうかなと思います。で、横はですね、大体真ん中にして両方のアームで掴めるようにしてます。で、見ていただくと分かる通り、この手前側のバーのところもあとちょっとしか景品乗ってないので、うまくね、掴むことできればチャンスあるかなと思いますが、どうでしょうか。よし、うわー、惜しいですね。結構ね、持ち上がってくれたので反動で落ちそうな感じあったんですけども、残念でしたね。はい、ということで、ここからは TP 使ってプレイしていこうかなと思います。かなりね、いい状態で回ってきたんですけども、これもしかしたら手前側の方の、右アーム使ってね、こう引っ掛けていくようなやり方とか、上から刺すようなやり方もいいかもしれないんですけども、さあどうでしょうかね。ここからは、TP 使ってやっていきたいと思います。今ね、取ればプレイチケット1枚しかね、もらえなくなってしまったので、まあ、一発撮りとか、プレイチケット2枚とかでなんとか獲得目指していくような形になると思うんですけども、ここからは TP 使ってやっていきたいと思います。さあ奥ですね、ちょっと手前のバー、おっと、これね、止まんなかったんですよね。多分楽だったと思うんですけど、手離してるんですけども先に進んじゃいましたね。たまにこういうことありますよね、トレバーって。あんまりね、ラグは少ない方だと思ってるんですけど、他のクレに比べると。でもたまにこういうことあるので、まあ多分不具合報告しても今のは戻ってこないと思うので、まあしょうがないですね。はい、ということで、もう一回TP 使ってやっていきたいと思います。自然落下するかもしれないなということで、今 TP 購入ボタンを押して残り時間増やしてるんですけども、さすがにね、ちょっと自然落下なさそうなのでやっていきたいと思います。はい、これもね、結構ラグがあって予想よりもずれちゃったんですけども、もっと真ん中に寄せたかったんですけど、これも上から刺すっていうところに切り替えてます。今のもね、ちょっと奥行っちゃったんですけども、うわーっとかかってないかダメ、おっと、はい、ということで取れましたね。ギリギリでしたけども、はい、どっちも前サンダルというこちらの景品獲得することができました。かなりね、ラグがあったので、難しかったんですけども、こんな感じで獲得できましたので、もしよければ参考にしていただければと思います。はい、で、ここからはですね、おまけの動画になります。ちょっとね、可愛い景品があったので紹介させていただこうかなと思います。これね、ちょっと前にあった取れば限定の確か景品だったと思うんですけども、このね、ちょっと名前もわかんないんですけども、おじいちゃんの景品があって、これね、撮れた時がかなり可愛いんですよ。こんな感じでなんか後ろに手組んでなんか綺麗に、ね、落ちてくれたので、まあ、可愛いなということで、今回おまけの動画として紹介させていただきました。この景品ね、何だったかな、名前も忘れちゃったんですけども、ちょっと可愛かったのでこちらの商品を紹介しました。はい、ということで、今回はですね、プレイチケットだけでは獲得できなかったんですけども、 TP 使って合計3回で獲得することができました。まあ、結構ハイエナ動画になるかなと思うんですけども、ああいう状態で回ってくると大チャンスですので、もしよければチャレンジしてみてください。自分のチャンネルではトレバのプレイ動画などを中心に、動画の方をアップしていますので、もしよければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。